America today. Reporting for duty, sir. Neil 今日もアメリカのニュースを見ながら一緒に笑いましょう。笑,笑うしかないっすよ。本当に。今日も結構ニュースたっぷりで早速スタートしたいと思います。昨日からね、急にフォロワーが増えててありがとうございます。新しくこのチャンネルに出会った皆さん、よろしくお願いします。 Enjoy it! We're gonna learn some English, we're gonna talk about the news, and we're gonna have a few laughs.Okay, let's get into it right now. まず、今日、<laughs> これね、アメリカのニュースじゃないけど、日本、おめでとうございますレコーディングスタートはい、僕のインスタグラムに今日出ましたね。えー、これロスに住んでる日本人の DJ の方なんだけど、He is the new prime minister of Japan. 僕はなこれ、ミームかなと思って見ちゃったんだけど、えー、これが日本の新しい、えー、総理大臣ということですね。おめでとうございます Congratulations Japan! New Prime Minister! Wow! 結構、なんかもう早速僕の周りで、近いところでなんか、評判悪い話をいっぱい聞いてるんですけど、皆さんはどうですかえー、コメント欄に入れてください。えー、しげる。 石場。海外読みでね。えー、日本だと石場しげるさんということで、昨日からコメント見たら、ゲル、ゲル、ゲル。みんななんかゲル書いて、ゲル、ゲル、何ゲル、ゲルってなんだと思ったら、これでしたね。びっくりしましたね。ゲルさん、この衣装。これ AI じゃないよね。これ、これ本当に、これ本物ですかやばいですね。 えっと、ちょっと海外で彼がどういうふうに紹介されているかっていうのを先ほどちょっと見たんだけど最後に時間あったらこれやりたいと思います。なぜならここはアメリカトゥデイですから。We gotta stick with the American news. さあ、早速、Let's go!Hurricane, へ、これ、Helen?Helen? Hel どういう発音なのこれ、そう言えば聞いてないな。Helen? e かな ?Kills at least 44 and cuts a swath of destruction across the southeast the アメリカのビッグニュースはやっぱり天気ですね。今回のハリケーン、あの、テキサスとフロリダの間に入ってしまって、厄介なパターンなんですけど、なんと44人死亡。激しいんですよね。で、ここの英語、cuts a swath of destruction across the southeast.cuts a swath。これあの、大きなね、こう、 まあこの言葉のルーツはちょっと調べなかったけど、to cut a swath. スワ sw ー h というのは割とこう、広い範囲っていう感じの意味なんですよ。まあ、カット、こう、切っちゃったんです。こう、ハリケーンが、広い範囲でぐちゃぐちゃにしましたって。すいません、ちょっと適当な訳なんですけど、結構これ、スラングではないけど、こういう表現が英語でたまに出ますね。It cut a of destruction. はい。 Uh, destruction across Florida and southeastern US on Friday, killing at least 44 people, snapping towering oaks like twigs, and tearing apart homes as rescue crews launch desperate missions to save people from floodwaters. Snapping towering oaks. Oak oak. でっかくて強くて硬いんですよねオークアメリカンオークもごっついですからねそれを小さな枝のようにポキッと折れる力があったっていうことですねスナッピングタワーリングオークスライクトウィッグス で、これ悲しいんですけど、Among those killed were three firefighters, a woman and her one month old twins, and an 89 year old woman whose house was struck by a falling tree.、まあ、死亡の中にはですね、消防士さん3人と、えーあ、女性と1ヶ月の双子ちゃんが一緒に亡くなってるんですね。と、89歳の女性、家に木が倒れてきたとか。 まあかなり激、えー、しい。カテゴリー4ハリケーンナクターットパワートゥサムホスピタウス。えー、あと病院でのね、こう、電気がなくなったり、みんなあの屋根に上がってヘリコプターでレスキューしたりとか。最大の風。The strongest winds were 140 miles per hour, 225 kilometers per hour.225 キロという風の速さ、すごいですね。で、 えー、アトランタ r e c a r e 11.12 i n c 28.24センチ f rain in 48 hours.48 時間でアトランタという町が2 8センチの雨新記録です。すごいよね。48時間で2 8センチの雨、こんなんですよ。 1878年以来の、まあ、新記録なんですよね。じゃこういうのはねもうやっぱり今の今暖かくなってるし地球気候変動とかいろいろ言われてるんですけど実はねあそれに近い記録が1886年に出てるんですね。2 4まあ今回4センチほど増えたんですけどね。 まあその昔も大変だだったんだろうなとあ,あとちょっとアメリカっぽいニュース一個ピックアップしましたよくねアメリカのニュースはヒーローものが出てくると盛り上がるんですよこういう時こそヒーローがいないといけないんで <laughs> Hurricane Helene weather reporter abandons live broadcast to rescue woman trapped in submerged car Fox weather meteorologist Bob Van d i l l

今ちょっとこちらの風がだいぶ強くまいりましたって言いながら放送するよねまあアメリカも同じくこの FOX のテレビ局のえ天気予報士が現場に出て後ろの道路がなんか水でこう溢れてて生放送中に女性の方がそこに車を突っ込んでしまって車の中に水がどんどん入ってきてそしたらね助けに行ったんですよ

この放送というか、ライブを中断してね、女性を助けた。まあ、背中になんか、結局、しょって戻ってきたらしいんですけど。このニュースキャスター、この天気予報士はめちゃくちゃ褒められてるんですよね。あの、彼はちゃんと人間らしい判断をしたと。いうふうに言われてるんですけど。まあ、当たり前じゃないかなと、実は。そんなね。すぐ後ろに。 水に突っ込んで助けてって言ってて無視してたらもうそっちの方がやばいかなという放送ですはいこんな感じのストームの話でアメリカのハリケーンが怖いですねさあもうあのー、この人の名前なんだっけ俺もうこの人耐えられなくてもう 脳みそから名前を消してるんですけど MSNBC 放送のうわマジでマジで僕消した、まあ、ある意味幸せなんですけどこのあニュースキャスターはもうすごい口調の悪い、あのー、めちゃくちゃ最悪のキャスターで。 毎晩毎晩ずっとあのトランプの文句をもう8年間ずっと言い続けてる人なんですけどね。えー、っと、この人の写真にハリケーンのあーインサートがあります。メディア warn フロリダハリケーン may hamper ongoing Trump assassination attempts。<laughs> これはいいですね。あまたブラックジョーク、えー、皮肉たっぷり。メディアによるとフロリダのハリケーンによって トランプの続いてる暗殺未遂がうまくいかないかもっていうまあこんなようなね <laughs> ハリケーンのせいでトランプの暗殺うまくいかねえぞとこんな感じのミームが来ましたね素晴らしいええー、ミームが面白いわさあ今日のアロハタイム間に挟みたいと思いますあいつもこの「アメリカ・トゥデイを見てる皆さんに コメントでどこで見てるか教えてくださいって言ってもうねこの2か月ぐらいの間にねすごいよ本当に世界中にもうカリフォルニアアゼルバイジャンメルボーンペンシルベニアニューヨークカナダノースカロライナホワイトスイッチュラルラントキオアンカリジビッジヴィエトナムコマイシティオーランドフロリダジャマニアアオスラリアロンドンロサンゼルス福井 千葉、もうもうもう、もちろん日本は多いと思うんだけど、海外で見てくれてる日本人も多いです。今日は、なんと、キーウェストフロリダ。アロハ。キーウェストフロリダ、心配になりましたけどね、ハリケーンは大丈夫だったんでしょうか。Were you okay?Were you affected by the hurricane? 教えてください、また。あの、キーウェストは、このフロリダのずっと下の方なんですけど、これですね。 Uh, Dry Tortugas t a n i あの本当これ本当に一番下なんですんごい細い橋でこう繋いで島ホッピングしながら行くような場所で僕実は一回行ったことあるんですけどこんなところですキーウェストフロリダもう一回ズームインしますよこんな感じのちっちゃいところなんですけど周りめちゃくちゃ綺麗な海があってね えー、素晴らしい素敵なとこです。ちょっと勉強しましょう。Key West Florida is the southernmost city in the continental United States, located in the Florida Keys Archipelago。あのー、一番最、ん最南端んなん <laughs> て言うんだっけ忘れた。一番南の町です。アメリカの中で一番南の町です。 Back. さあ、ここで英語、一個、単語を覚えましょうか。レイ、バーグ。え、これは、まあ、リラックスした、えー、空気感っていうことですね。back atmosphere。atmosphere は雰囲気。 リラックスした雰囲気、落ち着いた雰囲気こんな感じですけどレイバックレイバックは多分ね、椅子がこうリクライニングした状態っていうそこから来てると思うんですけどね He was laid back Man, that place was laid back ちょっと最近のジェネレーション Z とかアルファとか絶対これ言わないと思うんだけどジェネレーション X から上は結構この言葉を使うと思います Key West is also renowned for its coral reefs, making it a popular destination for snorkeling and diving. あのー、r a l r e e f s。えっ、ー、と、日本語どう忘れしてるわ。リーフね。あれね。サンゴああ、出てきたえよかったサンゴね。あの、<laughs> そう、すごい綺麗。僕い、行ったのよ行ったのよ あの、with my mother, I went to Key,、uh, Key West, maybe, ooh, どのぐらい前だろうな。That's a long time ago.20 years ago, maybe.20 年前ぐらいかな。あの、そこに行って、で、このサンゴでスノーケルやろうと。で、観光客とみんな一緒に船乗って、バーと結構あの、リーフが遠いんだよね。すぐ近くになくて、船で結構行ってから、はい、着きましたと。で、そこでライフジャケットみたいなのを、 え、つけて、空気入ってないんですよ。ペターっとしてるやつで、ここになんかこう、引く、なんか紐みたいなのがあって。で、お姉ちゃんが説明してたんですよ。これがこういうライフジャケットで、ここを掴んで、って言った時に、俺、何も考えずに引っ張っちゃったんですよね。そしたら、ブワーって空気が入って。で、もうめちゃくちゃ周りのみんなに笑われて、 あいつやっちゃったっしょみたいなめちゃくちゃ恥ずかしい思いですよ本当に恥ずかしかったけどしたらそのお姉ちゃん来て「はーい大体いい1人やるんだよねー」とか言いながらここになんかこうガスボンベみたいなやつ外して新しいのつけてそれねあの困った時に弾くっていうやつだったんですよねはい皆さんキーウェスト行く時には覚えていてください。<laughs> こんなところです。 いやあ、ヤシカの木と海がめちゃくちゃ綺麗、uh, 今現在、Seashell Motel というホテル、2スター、2つ星のホテルなんですけど、9344円でございます。いかがでしょうか。こんな風景。はい、Key West、Thank you for watching.I really appreciate it. じゃあ、これいきましょう。今日の政治ネタでございます。トランプ publishes design。<laughs> トランプ publishes ゼレンスキー 's personal message pleading for a meeting さあ、これですよ、えー。ゼレンスキーがアメリカツアーの最後になんとかトランプに会いたいと願ってたようです。それがですね、先にバイデンに会って、それから、えー、カマラにも会って、で、最後トランプに会って帰ろうと。でも結構、 辛口のことを言っ,てたわ言ってたらしいですね。ゼレンスキーが報道に対して。まあトランプは、えー、まあちょっとトランプをけなすようなことを言ってて。で J.D. バンスのこともあのラディカルすぎる。He's too, he's too radical.J.D. バンス is too radical. こんな感じのコメントしてたらトランプがすねちゃったんですね。ゼレンスキー、What are you doing? で、会わないって言ってたみたいですけど、ゼレンスキーがもう手紙を書いたらしいですね。手紙を書いて、それをトランプの方に送って、トランプはそれをもう出しちゃったらしいんですよね。おほら、もうやっぱりこいつ俺に会いたいってやっぱり言ってるから、まあ社内会おうかって。それで会うことになったらしいです。ニューヨークで、えー、40分ほどのミーティングと、まあ2人が並んで、 記者会見をやったんで今日その中身をちょっと見ていきたいと思います、はい、その前にこれですねカマラとゼレンスキーをあーいい感じに握手して笑顔で向き合ってちょっとなんかバチバチっときてますねこれなんかカマラが久しぶりにやっぱりなんかちょっとタイプなんですかねえー、まあ相性が良さげですさあ全体的なストーリーというと

店に来たらしいです、ね、まあその中にまあいろいろあるんですけど、えー、今頃ね勝利できる可能性って、まあ、ほぼ、えー、冷静な冷静なジャーナリストの話を聞くとまあもう無理ですね、えー。勝利するのはもうもう絶対に無理なんでどうにかいい形で、えー、終わらせましょうっていうのは、えー、まともな人たちの意見ですね。 でえー、トランプが今すぐこの戦争を止めると何度も言ってますね。Trump acknowledges his good relationships with both Zelensky and Russian President, President Vladimir Putin, indicating a willingness to facilitate a resolution、まあ。トランプは、Zelensky とも仲いい、プーチンともとても仲いい、それはみんな知ってる。だから僕が2人をつないで、できるよと言ってます。 はい、でこんな感じでしたね、えー、よくテレビで、まあ、多分日本のメディアにも出てるけどなんかドアがパーッと開いて2人がちょっとこうこんな感じで歩いて出てきてで報道陣の前でちょっと話したんですね。で気になってるねこの題名やっぱり今アメリカでもこのウクライナの戦争が非常に厳しく。 もう長続きしすぎてお金がかかりすぎて、えー、命がもう相当あ死者っていうんですかもう亡くなっている方がもうほん多すぎるんで、えー、評判悪くなってるんですねでこの題名にそれが出ました「Trump and Zelensky meet in New York amid rising questions about US support for Ukraine」rising questions、まあ、要するに 質問、はてなマーク。その一般市民なり、え、アナリストとかいろんな人が、どうなのアメリカここまでウクライナ応援していいの大丈夫という、そういう意味なんです。で、こういう題名が出てくると、やっぱり何かこう、揺れ始めてるっていう、えー、意味だと思います。Ukrainian President Vladimir Zelensky met face to face with Donald Trump on Friday with public tensions rising between the two over Ukraine's defense against Russia's invasion and in the midst of US presidential election まちょっとね、初めて、初めてじゃないけど、こう前に会ってるか、まあ、前に会ってるんですけど、あの、久しぶりの多分フェイストゥフェイスで well, well, we both want to see this end。 And we both want to see a fair deal made. まあ、トランプらしいコメントですね。私たちね、お互い、ね、この戦争終わってほしいと思ってるし、この fair deal。トランプがとにかくディール好きなんで、本も書いてますね。Art of the Deal。トランプの本が有名なんですけど、今回ね、fair deal。お互い、ロシアとウクライナにとって、どっちにとってもね、フェアなディールをしたいと。 Uh, after meeting for 40 minutes, the president wants it to end and he wants it to end as quickly as possible. He wants a fair transaction to take place. でトランプがこのゼレンスキーがこういうふうに言ってるよと、ゼレンスキーの口に言葉を入れちゃってる感じなんですけど、えー、ゼレンスキーも早めにこれを終わりたいと。えー、早めに、う、えー片付けたいと。で、彼も このフェアなねフェアな売買をこうなんとか収めたいと。で、ね、ここでですねまあゼレンスキーの言葉ちょっとハイライトしてないとこだけどゼレンスキーのコメントは「We need to do everything to pressure him to stop this war. He's in our territory.」 That's most important to understand. He is in our territory. <laughs> どうしてもその声で喋、ね、りたいのよ。今練習中だから。あの、まあ、ゼレンスキー曰くね、やっぱりロシアがウクライナ側に入ってきてるんで、彼的にはロシアはこう出てほしいんですよね。全部出て全部ちゃんと返して終わらせたいっていうのが、 まあ彼のメインポインンポトなんですよね多分その話をトランプとしてたと思いますでカマラ・ハリスなんですけど、えー、ちょっとトランプとやっぱりここは大きなズレがありますトランプはとにかく早く勝つづけて早く終わらせないとというのは何度も言ってますカマラはですね、えー、ここで言ってるのはねこれですね Uh, カマラ曰く, Trump's push for Ukraine to quickly cut a deal to end the war was not proposals for peace, but proposals for surrender. Trump on Thursday said he was not advocating for a surrender. Trump, まあ、 surrender もう負けちゃえばいいともうギブアップさもうトランプはウクライナにはギブアップしろって言ってんだよこれがカマラの言い分なんですけどトランプはね木曜日この話の中でいやいやいやそんなギブアップなんて言ってないよと俺はフェアディールって言ってんだよというのをまた言い返したんですねで最後これが面白いトランプのさすがトランプのワンコメント最後に まあ、あトランプがいろいろ記者会見でばーっと言ってるときにえ、ゼレンスキーが一回割り込んだんです。割り込んじゃったさすが、ゼレンスキーも気合い入ったんですね。ゼレンスキー cut into Trump's remarks with,I hope that we can have more good relations between us. って言ったんですよ。<laughs> I hope we can have more good relations between us. 皆さんどうこの、 ゼレンスキーの声結構聞きにくいと思うんですよねあの鉛がすごく濃いし英語のレベルはうん意外とねまあ頑張って喋ってるんだけどまあうん結構間違えるし文法も間違えるし多分ボキャビュラリーがちょっと足りないですねで大変ですよやっぱこう大統領同士の会話とかねあの僕も 日本語、すごくこう、こういう難しいトピック喋るの、難しいのと同じくね、言葉の数が足りないんですよね。で、ゼレンツキーはそこがすごく出てくるんですけど、まあ、割り込んで、まあ、これからトランプと、もうちょっといい付き合いになるようにえ考えてます、みたいなコメント言ったんですよ。そしたらトランプが、またそこで、負けないんですよ。トランプはそういうちょっと、ぐさっとくるやつには、強いっていうか、 トランプはね、But you know, it takes two to tango。はい。これはね、面白い英語,英語を出してくれましたね。It takes two to tango。これよくあの、ことわざ的に使う英語なんですけど、tango っていうダンスなんですよね。It takes two to tango。tango っていうダンスは二人じゃないとできないダンスなんですよ。一人でできるダンスじゃありません。これは ペアで社交ダンスっていうなんていうのまあラテン系のタンゴっていうダンスちょっと激しい難しいやつなんですけどまあ2人で二人でやらないとできないよだから要するにえお互い様ねみたいな感じだったかなトランプに対してねもうちょっと俺ら仲良くいい付き合い作りたいと思うんだよ俺もって言ったらいやいやそれはもうお互い様さっていう感じですね。 まあこういうちょっと細かいやりとりが僕的には非常に面白いなと思いました何かね皆さんこれ使ってください今度「It takes two to tango」まあ誰かにね何かそうやって言われた時にうん、なんか今度もうちょっとこうしたらいいんじゃないかとかなんかそういうんかそういうシチュエーションがあったら It takes two to tango って言ったら結構クールですよ はい。最後のニュース、これでいきたいと思います。あちょっと僕気になってるこのイラン。あイランがトランプを暗殺しようとしてるっていうニュースは2日前ぐらいに話したね。で、また今日、イランのネタがアメリカのニュースに出ました。U.S. charges three Iranian hackers for targeting Trump campaign.Justice Department will not tolerate attempts by iran or any foreign power to interfere in our elections。あのまあ問題あったのはもうね実は結構前ですね2か月も前かなイランのハッカーがハッキング集団かわかんないですけどハッカー何人かがトランプのキャンペーン オフィスまあそこでパソコンがいっぱいあってみんなメールのやり取りいろいろしてて忙しいと思うんですけどそこのシステムにハッキングしてメールのサーバーにあるメールを全部吸い取ってそれをいろんなメディアとか放送局にリークしたんですよ。でちょこちょこその中にあったネタとか最近ニュースに出たりまあトランプ本人も「イランにハッキングされたぜ!」っていうのも前に発表したり。 で、一週間前ぐらいに、イランがトランプを暗殺しようとしている。心配です。っていうニュースもあった。そして今日、まあ、この、ハッカーの3人の名前が出てきましたね。The hackers are Iranian nationals residing in Iran.He identified them as Masoud Jalili, Sayede Ali Agra Miri, and Yassar Balagi. 発音どうですかね全然やっちゃってると思うんですけどまあイランの中にいる今現在イランの中にいるイラン人この3人が今回のハッカーだそうです。すすごいですねよくこういうのを調べて分かるもんですね。 They conspired with others to deploy a years long wide ranging hacking operation on behalf of the Islamic Revolutionary Guard Corps or IRGC。で、これは一回のハッキングだけではなく、years long もう一年とか一年以上の計画の中のまあいろんなハッキングのオペレーションがあっての中の一つが今回のトランプのハッキングですね。 で、彼らは、その IRGC という Islamic Revolutionary Guard。まあ、この軍ですね。多分イランの軍,軍事集団ですかね。そこのために、このハッキング計画したと。うん。うん。すごいですね。で、最後にですね。 The defendant's own words make it clear they were attempting to undermine former president Trump's campaign in advance of the 2024 U.S. presidential election. まあ、今回のハッキングのね、目的、目標っていうのは、まあ、トランプのキャンペーンを失敗させようと。トランプが大統領にならないようにしようとしてたよ。はい。これはアメリカの法律的にはダメなんですよ。外から、ね、選挙に邪魔した Together with our partners across the federal government, we will use every tool we have to counter and disrupt the efforts of Iran, as well as Russia and China, to exploit our democratic system of government. I うん何かね、このイランの動きの裏に作戦があるように感じます。何かこうセットアップというか、今基礎作りを一生懸命しているように感じるんですけど、この最後の文章には、えー、まあ、アメリカは全ての使えるツールをね、いろんなツールを使って、これからもイランや ロシアや中国いろんなハッキングとかスパイとかいろんなね何かこう狙おうとしてることを全部止めるし、えー、やめさせるよと強く最後言ってます今回の発表はねイランのハッカー3人っていう話だったんですけど最後にそこにロシアと。 中国もなんか入れ込んできましたね。うん、どうなんですかね。なんとなくこのイランの話がこれからもまたニュースに出てくるような気がします。ということで今日ピックアップしました。どうですか ?Let me know what you guys think. あとはですね、そうだね。多分明日あたり、Breaking News!Kamala Harris tours the US-Mexico border wall. ようやく えー、カメラがですねあ一回も行ったことないって言われてる国境アメリカとメキシコの国境問題の国境どんどん移民がもう毎日何千人何万人も、えー、どんどん渡ってる国境に、えー、もう行ったんですかねアメリカの時間でもう行ってると思うんですけど明日あたたりこれをチェックしたいと思ってますあ,あと昨日ね 昨日僕話したカマラが勝つだろううというアラン・リックスピンという教授が発表したねそのまあ彼の理論によって今のアメリカの状態これだったらホワイトハウスにいる党がそのまま勝つとまあそういう話したんだけど今日またいろいろ見てたら真逆のこと言ってる。 え、Rasmussen Reports っていう、まあ、統計取ってる会社なんですけど、ここの新しい一番最新データだとあ、トランプがもういけると言ってます。もうこうやってね、どんどんい,いろんなのあると何を信じたらいいかもわかりません。It's so hard to know what to believe. じゃ、最後の数分で、あジャパニーズ・プライム・ミニスター。 ゲルさんの話をしたいと思います。はい、いいですかこれね、ちょっともうスクリーンキャプチャーしてないんで、ちょっと軽く読みます。軽く見ました。これ結構僕笑ったんですけどね。Uh, The Guardian という、uh, メディアです。これ確かにね、The Guardian というのはイギリスですかね。Uh, Who is Japan's Prime Minister Shiger Ishiba? まあちょっとこう、どういう人かってやっぱり海外ね。 新しい総理大臣日本入ったねどんな人っていう感じで紹介してるんですけど67歳ですねはいであのまあ今回、えー、5回目の挑戦だそうですね総理大臣何度もなろうとしてるんだけど5回目で、えー、これがファイナルバトル Of his career. まあ最後の挑戦ということで、えー、4回失敗したんだけど5回目で成功したみたいなこと言っててでね人間的な紹介ってこう必ずこうやって出てくるんですけど70年代のポッップミュージック好きだと <laughs> そしてねああのプラモデル飛行機とか列車とか船 のプラモデルをフリータイムで作るの好きだと。そんなフリータイムあるんですか総理大臣になってもプラモデル作るんですかあそしてですね、あと面白いなと思ったのは、まあ、あれなんですけどね、原子力発電よりも Renewable Energy が好きなんですね。 あ空だったり再現,再現可能のエネルギーということですかこんなふうに紹介されてます。あと何かこういうの日本で問題になってるんですか僕知らなかったけど。He also criticized the party for resisting public pressure to allow married couples to use separate surnames。あの日本で結婚したその夫婦が今は なんだろう別な名字を使えないんですか僕全然分かってないんだけど。あの、彼はそれを応援してるそうです。でも、自分の党の中では結構こう、これは反対してる人が多いとか、なんかくだらない話だなと思って聞きましたけどね。あとはですね、 He reportedly—this is crazy—he is unlikely to have time for his pursuits outside politics. He reportedly reads three books a day, preferring that to mingling with his colleagues. Honto, ichichi hon san satsu and this. This But Ishiba has never been far from the political fray, with media appearances, social media posts, and on YouTube, where the married father of two daughters shares his thoughts on everything from Japan's falling birth rate to ramen, with his 16,000-plus followers. <laughs> あのよくソーシャルメディアに出てくるようなこと書いてるんですけど YouTube のチャンネルがあるんですかねいろんな意見とかを YouTube でフォロワーに向けて喋ってるとあーラーメンについてとかまあいろいろ喋ってるんですけど YouTube のフォロワー1万6000人ってここに書いてるんですけど テンション上がりました。ニールが今17,245人、勝ってる。ケルさんに勝ってるよ、YouTube では。やったはい。あー、I will do my utmost to believe in the people, to speak the truth with courage and sincerity, and to make this country a safe and secure place where everyone can live with a smile again. なるほど。こんなようなスピーチをしたんですね。 まあスピーチでね「まあ嘘はつかないと」と、えー「勇気」と「勇気も見せると」で安全な国を作って、えー、みんなが笑顔で暮らせる国にするとそんなようなことを言ったそうですどうですかね皆さん。あの僕がちらっと聞いたのはなんかあのハニートラップにがっちり引っかかって捕まった。 っていう話を聞いてそれであの空発電のパネルを一生懸命増やそうとしてるそんなような話を聞いたんですけどどうですかいろいろ皆さん教えてくださいコメントいつもありがとうございます最後にダングシェイズお気に入りのダングシェイズをサングラスつけて終わりたいと思います Don't video forget to、like、the channel Or the like channel subscribe And I will see you guys back here again tomorrow for another episode of America Today! America Today. Every day. Subscribe. Subscribe. Okay. Shitsukoezo. Yosh. So Peace, everybody. Thank you every day, and I will see you tomorrow.